はい、どうも、白熊先生です。とんねるずのですね、石橋貴明さんがですね、女優の鈴木保奈美さんとの離婚をですね、自身の YouTube チャンネルで少し前に発表して、かなり話題になったんですけども、実はですね、これ石橋さんからですね、鈴木さんに対するですね、かなりですね、過剰なモラハラがですね、原因だったということが分かったんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、奥さんに対してですね、モラハラを強いるですね、男の特徴とはということに関して、僕なりにいろいろと話をしていきたいと思います。まずなんですけども、石橋貴明さんといえばですね、女優のですね、鈴木保奈美さんとですね、結婚されていて、お子さんもですね、何人かいらっしゃるっていう感じなんですけども、この二人がですね、2021年の7月16日にですね、タカチャンネルズというですね、YouTube チャンネルですね、石橋さんの、ここでですね、離婚するということを発表したわけなんですね。でですね、このことがかなり話題になったんですよ。というのは何かっていうと、やっぱりですね、これ YouTube チャンネルでですね、離婚を報告するっていうのはですね、こう芸能人にとってはですね、もう初めてなんじゃないかなってくらいですね、結構新しい試みだったわけなんですね。石橋さんといえばですね、とんねるずの皆さんのおかげでしたという番組をですね、何十年もやってたんですけども、フジテレビで。これがですね、全然視聴率が取れなくなってしまったということで終わってですね、石橋貴明はもう終わったのか、とんねるずはもう終わったのか、なんて言われてたんですけども、その後ですね、始めたこのタカチャンネルズが大ヒットして、登録者数が現在ね、どれくらいか150万人くらいかな、確か200万人はまだ行ってなかったと思うんですけど、一定でですね、動画のですね、再生数のアベレージもですね、だいたい100万とか、80万から100万くらいかな、行ってるっていう感じなんですね。でですね、その結果、石橋貴明復活だ、トンネルズはやっぱすごかった、みたいな声がですね、かなり上がってたわけなんですよ。で、ちなみにですね、ちょっとこれ補足なんですけども、僕的に考えるとですね、別にその石橋さんの人気が復活したってわけでもないんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますね。というのは何かっていうと、トンネルズの皆さんのおかげでしたはですね、ゴールデンにやってたんですけども、これね、最後の方の時はですね、視聴率がですね、2桁いかなかったんですよね。実際問題ですね、テレビ番組って、ゴールデンで言うと視聴率はもうね、絶対2桁いかないとダメなんですよね。もう1桁だとですね、完全に終わるコースなんですね。で、ちなみにですね、最後の方がですね、7% とか、8% くらいかな。悪い時は 5% くらいだったんですよね。全然取れてなかったんですよ。とはいえですよ、とはいえ、そのテレビの視聴率をですね、人数に換算するとですね、例えばですけど、7% だとしてもですよ、ゴールデンで残飯 7% でも数百万人単位の人がですね、見てることにはなるわけなんですよ。ってなった時に、そのね、数少ないですね、数百万人の人たちが YouTube に移行したっていう風に考えるんであれば、全然それくらいヒットして当たり前だよねっていう気がするんですよね。だから言ってみたら、そのテレビにおいてはですね、その視聴者数は全然ですね、ヒットということにはね、ゴールデンにおいてですよ、ゴールデンの時間帯においてはヒットって言えないけども、 YouTube の数的に言えば大ヒットだったっていうね、ただそれだけなんじゃないかっていう風に思いますね。だから別に僕はその石橋さんが急につまんなくなったとか面白くなったとかじゃなくて、きちんとですね、抱えていた固定ファンたちが YouTube の方に移行してくれたから、結果が出たっていうだけなんじゃないかっていうふうには僕は思ってます。はい。ちなみに中身は中身ですごい面白いと思いますけどね。僕もですね、定期的に見させてもらってるんで。でですね、そんなですね、鈴木保奈美さんと石橋貴明さんなんですけども、実はですね、二人の間にはですね、モラハラ関係があったっていうふうに今かなり言われてるんですね。これどういうことか話していきます。そもそもなんですけども、鈴木さんはですね、その3年前くらいからですね、着々とですね、このね、離婚にね、ついてですね、考えてですね、準備をどうやら進めていたらしいんですね。例えばなんですけども、都内にですね、都内の一等地にですね、もう億単位のですね、マンションをですね、鈴木さんなんと購入されてたんですよね。だからこれは言ってみたらですね、別れた後一人でそこに暮らすっていうね、ことなんでしょうね。でですね、他にもですね、その末の娘ですね、一番下の娘さんがですね、つい最近、今年ですかね、その高校をですね、卒業したらしいんですけども、どうやらそれまでですね、要は待ってたらしいんですね。だからこれもよくあるパターンですよね。その娘さん、息子さん、とにかく子供がですね、ある程度ですね、言ってみたら親元を巣立ってから、言ってみたらね、離婚するっていうパターンなわけですよ。で、ちなみになんですけど、この二人はですね、そもそもなんですけども、1998年にですね、結婚したんですね。で、ちなみにこれ僕知らなかったんですけど、お互い再婚だったみたいですね。でですね、その後ですね、鈴木さんは結婚とともにですね、芸能界を引退されたわけなんですね。これがですね、かなり話題になったんですよ。実際問題、鈴木さん自身はですね、ものすごく有名で結果もたくさん残されている大女優さんだったんで、それがですね、結婚とともにですね、芸能界を引退してしまうっていうのは、そうか、家庭に入っちゃうんだっていう感じでかなりですね、話題になったんですね。で、その後なんですけども、鈴木さんはですね、かなり子育てで忙しかったみたいですね。実際ですね、その年の近い3人の子供がいたっていうことでですね、3年ほど美容院にですね、行く暇もなかったっていう風に鈴木さんはどうやら話していたみたいです。
でですね、じゃあ、こっからなんですね。こっからすごい大事なとこなんですけども、その鈴木さんをですね、その後ですね、芸能界を引退していたんですけども、2008年にですね、娘たちが全員その小学校に上がった。まあ、だから言ってみたらですね、ものすごく手のかかる状態ではなくなったってことでですね、徐々に芸能活動をね、復帰していったわけですよ。でですね、2011年にはですね、大河ドラマにも出演してですね、まあ、本格女優復帰っていう感じにね、なっていったんですね。まあ、ただですね、ここで、まあ、石橋さんがですね、モラハラを始めるんですね。で、これ何かっていうと、要はですね、束縛が強い亭主関白タイプだったっていうことなんですね。例えばなんですけども、まあ、女優業に復帰した後にですね、撮影が終わったらすぐに帰宅しろとかですね、必ずですね、夕方には連絡することとかですね、あと共演者とは必要以上に仲良くするなみたいなですね、そういう条件を敷いてですね、まあ、言ってみたらですね、かなりですね、鈴木さんをですね、まあ、束縛と言いますか、縛っていたっていう感じらしいんですよね。まあ、確かにですよ。確かにこの二人って結婚なされた時に鈴木さんはですね、芸能界を引退されたわけじゃないですか。だから結局石橋さんからすると、その奥さんにはですね、家庭に入ってほしいっていうですね、気持ちが多分強かったんでしょうね。まあ、だからこそね、お子さんがある程度大きくなって鈴木さんがですね、芸能界復帰した時に、ね、まあ、もともと石橋さんはですね、家庭に入ってほしいという考えだったから、まあ、言ってみたらですね、先ほども言いましたけど、必ず夕方に連絡しろ、共演者と必要以上に仲良くするなとかね、撮影が終わったらすぐに帰ってこいみたいな感じで、そういうことを強いていたと。だから石橋さんからするとやっぱり外でね、働いてほしくないっていう気持ちがですね、まあ、とにかく強かったんじゃないのかなっていうことがこの辺からね、わかりますね。でですね、ちなみになんですけども、これ結構ですね、そのね、テレビ局内でもですね、このことっていうのは周知の事実で、結構みんなピリピリしていたみたいですね。というのは何かっていうとですね、そのまずなんですけども、そのね、鈴木さんがですね、女優業を復帰してどんどん仕事が増えていった時期っていうのは、石橋さんがですね、トンネルズの皆さんのおかげでしたが終わって、仕事がどんどん減少していってる時期だったんですね。だからまさにですね、こう逆転現象、夫婦の仕事量が逆転現象をですね、起こしていったこともあってですね、石橋さん自身が結構ピリピリしていたと。で、そうなるとですね、やっぱり石橋さんは言っても大御所なわけですから、テレビ局内もですね、かなり石橋さんにですね、気を使っていたみたいなんですね。というのは何かっていうと、その鈴木さんがですね、テレビ復帰した後にシーツっていうですね、フジテレビのドラマにね、出ていたわけなんですけども、でですね、それに対してですね、石橋さんがですね、まあ言ってみたらですね、仕事を詰めすぎるなとかですね、できるならやめてほしいっていう風に、まあはっきりとですね、鈴木さんにやっぱり言っていたみたいですね。で、さらに言うとですね、このシーツというドラマを鈴木さんがね、撮影してた時にですね、石橋さんはですね、石橋巻きをくべるっていう番組を同じくフジテレビでやってたんですけども、どうやらですね、この二人がですね、フジテレビ内で顔を合わせないようにですね、めちゃくちゃ綿密にですね、なんかこう動線とかを計算してですね、テレビ局員の人たちがですね、計算して合わないようにしていたみたいですね。まあ、この辺はですね、テレビ局内あるあると言いますか、よくある話みたいです。例えばなんですけども、芸人で言うとダウンタウンさんとですね、ナインティナインさんとかって、まあ、近年はですね、共演するようになったんですけども、まあ、ちょっと昔いろんなトラブルがあったとかいろいろあってですね、もう10年、20年単位でですね、共演してなかったんですよね。でもですね、二組ともですね、いわゆるその同じ局内で仕事するときあるわけじゃないですか。ただテレビ局の方ではですね、絶対にですね、そのね、4人。まあ、ダウンタウンさんと中、ナインティナインさんがですね、顔を合わせないようにですね、その違う回にですね、控え室を取ったりだったりとか、まあ、とにかくですね、絶対に顔を合わせないようにですね、ちゃんと綿密に計算してですね、仕事を入れてたりとかね、したみたいですね。だからこの辺はやっぱり芸能界あるあるなのかもしれません。はい。というわけでですね、石橋さんは鈴木さんにですね、強いですね、束縛、外に出てほしくない、家の中でしね、家庭に入っていってほしいっていうですね、思いがあったみたいなんですけども、多分そこのね、意見が相入れなくて、最終的にですね、この度、まあ、鈴木さんとね、その石橋さんがですね、まあ言ってみたらその離婚することになったっていうことですね。はい。じゃあこっからですね、何が見えてくるのかって話なんですけども、こういう風にですね、その奥さんにですね、家庭の中にいてほしいだったりとか言ってですね、いわゆるその束縛するタイプっていうんですか、はい。のですね、旦那さんってどういった方が多いかっていうとですね、自分自身はですね、遊び人だった方って結構多かったりするんですよね。これ結構あるあるなんですけども、自分自身がですね、結構飲みに行ったりとか、まあ女性関係とかで派手な経験がある方っていうのはですね、逆にですね、自分の奥さんに関してはそれをね、そういうふうとこに関してですね、がっつりとですね、束縛するパターンがすごく多いんですよね。逆に言うとですね、自分自身もガンガン遊んできたから、いや、奥さんも好きにしていいよ、いくらでも外に飲みっていいよっていう人全然いないんですよ。で、なんでそういうですね、心理状態になるかっていうと、まあ、それだけですね、男性が若い頃、まあ、現在もそうかもしれませんけど、いろんなとこに遊びに行ってるとですね、やっぱりこの世の中のですね、こう派手な部分っていうんですか、
世の中のですね、男女の派手な部分とかたくさん垣間見てるわけですよ。で、そうなってくると、奥さんにはそういうところに行ってほしくない。奥さんが浮気するかもしれないっていうふうに、すごくね、そこを心配してしまったりとか疑ってしまうんですよね。まあ、いかにですね、その男女関係がですね、キラキラ華やいでる部分もたくさん見ちゃってるわけですから、ってなると、こういう状態に奥さんがいつかなるかもしれないと思ってですね、奥さんのことはですね、すごくですね、まあ、束縛してしまったりとかするわけですよ。お前は外に出るな、家にいろ、みたいなね。で、この辺はですね、こう、娘に関してもそういう感じになる人多いんですよね。例えばなんですけども、お父さんとかで娘に対してすごくですね、その門限が厳しかったりとかですね、なんかその男との付き合いがどうこうとかめちゃくちゃ口出すね、お父さんっているじゃないですか。で、ああいうお父さんって大概自分が若い頃にですね、ある程度と言いますか、まあまあ女遊びしてた人が多いんですよね。つまり自分自身が女遊びをいっぱいしていてですね、いわゆる世の中には悪い男がたくさんいるっていうか、自分自身もそういう男だったわけですからね。っていうことを知ってるからこそ、自分の娘にはそういう男に遊ばれてほしくないってことで、異常に厳しくね、しちゃったりするわけなんですよ。まあそれでいくとですね、石橋さんなんてめちゃくちゃプレイボーイだったでしょうし、まあ多分言えないような女遊びだったりとかですね、言えないようなですね、ものすごい大女優の方とですね、今までたくさん関係あったとか、たくそういうことがあったと思うんで、そういう芸能界のなんていうのかな、こう分かりやすく華やかな時代をね、ずっと見てきた人だと思うんですよ。まあだからこそ鈴木さんにですね、そういう華やかな芸能界っていうんですか、こう男女たちがね、入り乱れたようになってみたいな、そういった部分に行ってほしくないって思いが強くなっちゃったんじゃないかっていうふうに僕は思いますね。というわけですね、今日はコメントります。このシーンですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントだったらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。Thank you.